今まで私たち酒の一座はいろいろな、まあ、オリジナルの企画商品っていうものを作ってきたんですけれども、海外というのは今回初めてで、実はですね、海外の方で活躍をされていらっしゃる方に、ご依頼いただきまして、コラボが実現いたしまして、新しい商品を、まあ、海外へ発信する、そういった企画が進んでおります。私たち商品企画をする場合に、多くの、まあ、手助けをしてくださる、まあ、サポーターの方がいるんですけれども、その佐賀のサポーターの方からご紹介がありまして、ぜひその九州で美味しい焼酎を作りたいと、それを海外で私のブランドとして発売していきたいとお考えの方がいらっしゃるから、どちらか、まあ、紹介してくれないだろうかというか、企画を組んでみていただけないだろうかという話が一座の方に、そのサポーターの方からあって、それが第一のスタートです。この方はハリウッド映画などで日本人俳優の方のキャスティングディレクターをされていらっしゃる方です。日本と海外の架け橋のような存在、まあ、そういった活躍をされていらっしゃる方なんです。お名前は奈良橋陽子さんとおっしゃいます。私は主にヒギンプロジェクトでは、奈良橋陽子さんと の連絡を取り合っています。ヒギンプロジェクトが円滑に進むために、アメリカにいらっしゃったり日本にいらっしゃったりする奈良橋さんと、ボトルのこと、ラベルのこと、その他の進捗のことなどを、連絡を取りながら話をしています。クリスマスの発売に向けて、着々とプロジェクトを進行しているんですけれども、オリジナルの焼酎を作るにあたって佐賀の蔵元さんに、作っていただくということで、奈良橋さんにぜひ一度佐賀に来ていただきたいと思ってスケジュール調整をしていただいたら、なんと1日だけお忙しい中スケジュール取っていただけたんです。もう聞いた時にはとてもびっくりしました。まさかご本人が本当に来られるとは夢にも思わなかったので。ただ時期がですね、佐賀で一番美しい時期に5月のその麦の収穫の時に来ていただけることになったんですよね。だから素敵な綺麗な大自然を見ていただけるっていうのが、もう一番私たちにとってもよくぞこの時期を選んでくださったという気持ちです。確かスケジュールきついんですけど、もうぜひ蔵に行って作り方も見たかったし、ね、ちょうどねタイミング的に時期と思ったので、それでもう決めて、ね、来ました。